ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、徳川家を迎撃しつつ停戦へ。威風弱で領地拡大をしてきた甲斐があって領地を返還するだけで停戦が結べたんだぜ。東道家も吸収できたし残りの時間を今回どう有効に使ってくかだね。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は田丸城制圧して終わったんだったな。あの都城、田丸城には城主の配置はまだ、時間ももう少しあるし周辺攻めてからでも遅くないかなと思ってる。徳川家との停戦状況はあと9ヶ月。近場ならまだまだ攻めれそうだ。そして停戦解除後は桑名城に攻めて威風強狙い、終わりの見込んで余裕ができたらそこで独自エンディング発動にしようかな。まあ今回パートエンドになってないから何かしらあったんだろうけど。ネタバレやめてもらっていいですか。まあさすがにこの物量ではすんなりとはいかないよね。ただこの停戦期間中に兵力、城数を増やすことで桑名城での威風強を発動できるようにしていくよ。高虎が加わってさらに強くなったが案外復活メンバーに埋もれてる能力だな。高虎さんの真の使い方は建築だからね。築城名手で建築物のレベル2で建築できるんだよね。だから基本的にはレベル3がマックスの建築物を作った方が強いんだがな。まあでも優先は水路だけどね。だろうな。まずは本拠地、その後に兵力の多い城とどんどん開発を進めていこうと思う。城主にはしないのか？するけどギリギリまで建築して桑名城決戦の時には城主になってもらう予定だ。一連の流れはイメージできてるけどこの期間中にどこを攻めれば効果的かがいまいちわからないところ。近場の候補は若狭、京極家、畿内、小出家か。ただ徳川家が畿内進出しちゃってるしどっちを制圧したとしても飛び地になっちゃうんだよね。ならばと上位集落で決めようかと思ったけど若狭は港多め、畿内は大市、寺、射撃場と豊富ではある。どちらも温泉はなかったようだ。ぶっちゃけどっちでもいい気はするけど飛び地でもまだ近いし将来性のある畿内制圧の方がいいかな。岸和田城とか結構成長するしな。それに国衆もいるし威風弱発動できそう。早く終われば和歌山城も狙えそうだ。ただその場合四国の八須掛からめっちゃ狙われそうなんだけどね。さすがに攻められたら防衛に行くのに時間かかるな。その時は状況にもよるけど停戦で終わらせてもいいかもしれない。というか久喜家も鳥羽城で滅ぼせるのか。そういやまだ各勢力徳川家と同盟状態だから従属は狙えないんだな。城数多くなっても威信低いから従属もよほど小規模勢力じゃないとできないだろう。久喜家もう親父いないのか。さすがに寂しい構成。大阪の陣久喜家スタートとかどうやって勝つのだろうか。東道家九州で実質東道家スタートでいいんじゃないかな。その手があったか。あとは距離的にもギリいける大小事情で威風中以上狙いもできそうだった。ただ惜しいのが国衆、城主含めて11部隊だったこと。どの道金沢城が本拠地で威風強にしたところでブロックはされそうなんだけどね。掌握状況も威風なら維持できるしかが、能登を狙おうかとも思ったけど統治範囲外だから軍団化させないと収入増えなさそうだった。終わり進行もこの距離で飛び地となると使うのは厳しいか。ってことはやっぱもろもろ考えたら小出家狙いが一番丸そうだ。竜田城制圧できれば開通するしな。二条城も前回急いで防衛拠点にしたけど解除してこの距離だしノップたちと小出家攻めに参加してもらおうか。元から兵糧少なかったし防衛拠点の影響受けてなさそうだな。ノップたち田丸城から騎乗したし杉山城と高屋城どっちから攻めようかと悩んだけどノップの特性生かすために高屋城から攻めることにした。威風弱狙いだが到着するまでの軍が高屋城の方が多かったんだぜ。兵があまり騎乗してないからかなり小規模の出陣になっちゃうけど能力差あるし大丈夫かな。高屋城領内到着、一つ軍制圧したら一斉に飛び出してきたな。さすがにこんなに早く城に到着するとは思わなかっただろう。おお、高虎さんの息子、能力高いしなかなかイケメン。少し脳筋の香りがするがな。政務能力高いけど知略が低めだったね。軍開発終わって労力に空きが出たから早速高虎さんに本拠地から水路建築していってもらおうか。期間は1ヶ月ちょい、ノップよりは時間かかるか。それでもレベル2建築ならお釣りが来るだろう。それじゃあ小出家との決戦をやっていこうか。三好はまだ生きてたのか。そういや三好家って長吉さんいなくなってどんどん縮小していったけど最終的にはどっかに吸収されちゃったのかな。戦国後期だと家臣になってたのかもな。兵力差2倍強あったけど何も辛くなかった。だろうな。
すが機内、威風弱でもちゃんと範囲が広い。死に半城と高屋城が一気に孤立したな。岸和田城も兵力少ないし、これはこの出陣で小出家九州までできそうだ。威風弱で銃の軍が寝返りってなかなかないだろうな。ここからは分かれて洋城を攻めていこうか。死に三城には勝家が向かって、後で岸和田城で合流することに。いや、めっちゃ早い。高屋城制圧。耐久値4500が2発で消し飛んだな。これは余裕で岸和田城狙いができそうだ。ノップたちは先に岸和田城へ。城を制したぞ。死に三城制圧。勝家単体でも早かったな。いかにこの時代に織田家がいたらダメかわかる場面だったね。さすが戦国時代真っ只中を戦ってきた武将たちだ。本拠地に大農村建設。これでさらに養老収入が増えるな。水路建築も進んでいけば早い段階で兵力万超えになるだろう。あ、また三好だ。漢字違うからな。中勤に励みます。攻め落としたり。何事もなく勝家さんと合流する前に岸和田城制圧。実に空弱発動から半月で小出家が滅亡した。悪夢以外の何者でもなくて草。記念にお使いします。姫もろとも全員ゲットできた。結局ここからどうするんだ。まだ兵糧はありそうだが。和歌山城も行けるなら行ってしまおう。ホトトギス。ホトトギス関係なくて草。ハキスかけ対策はどうするんだ。まあなんとかなるでしょ。出た。勢力がでかくなるにつれてどんどん IQ 下がっていく現象。勢力でかくなってきてるのにめっちゃ考えてたら進むの遅くなっちゃうしね。それはそうだが。月が変わって家康さんが昇天した。有言来てたんだけど、名前的に数正さんの息子とかなのでは。忍び持ち出し可能性あるな。あ、正解。しかも数正さんが有言実行武将という偶然。これはやるしかないな。高虎さんの家宝買うための資金確保で余裕ないんですけどね。鬼だなこいつ。小規模合戦挟んで強行中。お、最初の水路が完成したようだ。よし、今威風の影響で忠誠底上げされてるし、どんどん作ってもらおう。絶対うちに来たこと後悔してるだろうな。この城は我らが頂戴した。和歌山城制圧。残党が向かってきてるから少し遠いが、迎撃だけして騎乗するんだぜ。東道家から奪った城含めて城主配置が悩ましくなるぞ。徳川家との停戦はあと半年。3ヶ月でほぼ機内潰したのか。ノップの特性のおかげでサクサクパンダ。クセ強いかよ。この調子なら本拠地から距離次第だけど京極家も狙えちゃいそう。さすがに本拠地までは無理そうだがな。次いつ停戦できるかわからないし、停戦するとしても貢ぎ物必要だから、制圧できるうちに城を制圧した方が良さそうだ。てか全然知らなかったんだけど、新宮城の名所結構強いじゃん。大農村大将は結構な城に恩恵ありそう。寺とか南蛮大将よりよっぽど強そうだ。機内の城主は信盛さん、森重さん、正直さんにお願いした。黙る城は定清か。徳川家との決戦時お留守番になりそうだけどね。あの津城はどうするんだ。兵力少ないけど高虎さんの予定。まあ機内は飛び地だし、さすがに出陣すると危険か。停戦作戦に切り替えたらフル出陣でもいい気はするんだけどね。威風発動してすぐに停戦を繰り返すのか。そうそう、威風中以上狙える規模になったらかなり有効的な作戦だ。逆に停戦を縛らないと緩くなる原因の一つでもあるな。あと5ヶ月、よし、京極家狙いに行こう。そうはならんだろ。2ヶ月カット。距離的に2ヶ月だったし、マジで攻めていってるんだぜ。あ、ハキスかけ援軍使って攻めてくるようだ。少し前に先導入れられてたしな。8000出陣、さすがに今からの防衛は間に合わないだろう。どうせ取られるなら停戦来てるし、直談してみるか。よくわからんけど、久喜家との外交禁止が出された。なんでだよ。もしかしたら小出家での威風弱で関係が好転して仲良くなったのかもと思ったのかもしれない。徳川家との外交縛られなくてよかったな。その時は却下するだけだけどね。それでよかろう。台風上陸。まだ本拠地終わっただけなんですが、ギリギリ中国地方で止まったようだ。あっぷね、やっぱ台風は6月終わりに来るんだね。小浜城到着。一気に強行で削り切っていくよ。本拠地から援軍は来ないようだ。この城は我らが頂戴した。小浜城制圧。読み方小浜か小浜どっちなんだろう。起動して確認してくれ。
ということでここからは停戦切れるまでの時間で臨戦状態。機内、二条城は防衛拠点準備進めていくよ。臨戦状態終わり次第徐々に桑名城に出陣していくんだぜ。あの頭上に高虎さん配置したよ。停戦終了、ほぼ全軍出陣してどこまで敵部隊を集められるか。12部隊集まらないと少し厳しいな。そして5万二条城に向けて出陣。いや5万全部二条城はやばいでしょ。さすがに兵力差考えても守りきれる気がしないな。偏りすぎで草。やっぱ甲状腺に行かれる前に桑名城で威風発動、すぐに影響ないしろ献上して停戦状態にするのがいいかも。となるとのんびり威風強まで調整してる場合ではないかもな。これ数えたんだけど城主含めてもなんと11部隊しかいなかったんだよね。ギリギリ威風強は回避されたのか。まあそれならそれで気兼ねなく威風中発動して停戦に持っていけるんだけどね。一番遠いところで三河から向かってきてたし、そこまで待つ間に二条城で甲状腺発動されちゃいそうだし、一応悪あがきで国衆も出陣させてみて威風強にならないかどうか確認をする。城が攻められておる。二条城包囲が開始された。結局国衆出陣させても変わらなかったな。やっぱ威風中にしてすぐに停戦が一番だろう。うまくいけば亀山城から名古屋城まで伸びるかも。清洲城が限界なような気もするけど。二条城は本当に早くしないとすぐに甲状腺が開始されそうだ。さすがに陣太鼓集団では勝ち目なさそうな兵力差。このまま合戦までやろうかと思ったけど途中で甲状腺開始されたら終われなくなっちゃうから続きは次回にしよう。最後に兵力確認。水路建築のおかげで前だけに並ぶほどの兵力になったね。徳川家との兵力差は10倍だがな。次回は威風発動してまた停戦の流れになりそうだ。停戦期間中徳川家と周辺勢力の停戦も終わるからうちも切り取りに参加して徳川家の拡大防がないとな。確実にシリーズも終わりが近づいているだろう。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。